はい、皆さんどうもこんにちは、山ちゃんでございます。今日はですね、なんとステージ21さん、いつもは、ステージ21チャンネルということで、私は喋らず、下田さんが喋るオープニングなんですけども、今回どうしても私がこの車を自分のチャンネルに上げたいと。しかもですよ、ステージ21チャンネルっていつもね、金曜日だいたいお昼3時頃上がるんですけ ど、可能なら可能ならもうねこれフライングだね。フライングをしてやろうじゃないか、はい、ステージ21チャンネル本家より、はい、先に上げてやろうじゃないか。じゃあ山ちゃん、逆に、うん、編集長山チャンネル、うん、そっちの方でこれ紹介するのは僕いい加減に話すけど、いい加減、ステージ21チャンネルでもっと革新的なことを喋るってそんな流れでもいいのかな。いいです、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 もうね、あのなので、詳しくは、はい、今週の金曜日の、まあ、大体3時から、はい、そこら辺にあのアップされる、ステージ21チャンネル、はい、そして後々のミカチャンネル、はいはい、見ていただければいいんですけども、はい、そこのフライング、はい、私がいいですね、ね、いいですね、ちょっと上げてしまうじゃないかと、はい、いうことでございますけども、はい、私のチャンネルね、なかなかこのステージ21チャンネル、あ、うん、ステージ23の車が紹介されることないんで、うん、そうですよね、ないんで、本当ですね、私たちはこの車がもうルクシオプロだというのは分かってるんですけど、はい、タウンエースベース、はい、ルクシオ、まあ、今はプロね、要はルクシオプロになりましたね、はい、はい、プロというね、はい、ある意味ステージ23の、はい、まあ、お箱という、そうですね、もう今ひょっとしたらですけど、うん、シェアは2番目ですね。2番目、はい、はい、はい、2番目で何、1番目どこの、トヨタです。ああ、トヨタです。ちょっとなんかカラーリングの線、あ、ちょっとトヨタ臭がしますトヨタじゃこのピンクのラインナップないんですけどね。そうなの、はいはい、なかったっけ。ないです、もちろんこれ多分初めてだと思います。あら、あそこの、 あの新しくできたエビナのところに乗りつけてみましょうよ。ああ、いいですね。ねえ、ね、ドーンとね、ドーンと目の前につけてね、ね、なんていうか、あのピンクくださいってお客さん言わせましょう。ああ、いいですね最高っすね。怒られるぞ、はい、まあまあまあ、ね、そういうような形なんですけども、はい、うん、あのステージ23のこう、まあ、ルクシオプロ2ということで、うん、やっぱりね、何が一番人気かっていうと、もうね、欲しい装備が標準装備、はい、例えば電子レンジとか、うん、それこそエアコンから、そうですね、電気周りはね、まあ、リチウムからね、うん、でソーラーとかベンチレーターも本当全部ついてるしね。そうだから、まあ、私たちよく言うんですけど、うん、キャンピングカーって、はい、見た目の一番最初のファースト金額が安くて、うん、あとみんなオプションでね、全部上がるんですよ。そう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 、すごいね、オプションで今150万200万当たり前だっていうぐらい高くなっちゃいますね。だから、うん、実際にこう金額聞いていくと、これちょっと買えねえなみたいな雰囲気になったりするんだけど、それありますよね。もう最初からほら、はい、全部標準装備だから、もう計算しなくていいから楽でいいの。そうね、お客さんからもうなんかステージ21の車って全部標準装備だよね、うん、だからオプションほとんどかかんないよねっていうのがもうお客さんの定番になってきてます ね、はい、そう、でもね、それが一番ね、お客さんに分かりやすい。だんだんね、キャンピングカーの業界もそうなると思いますよね、はい、そう、まあ、じゃないとおかしいよ。そう、うん、まあ、当然ね、まあ、その趣味性が高い車なので、はいはい、まあ、これはいる、これはいらないみたいなね、うん、そのオプションっていうのも、まあ、一つの考え方なんですけど、もちろんもちろん、はい、私なんかもハイエース乗って、ね、乗ってるんで分かるんですけど、うん、あったら便利なんですよ。そう、みんなつけたいのね、実際ね。そう、そうなんです、うん、だと思います、うん、まあまあ、そういうような、はい、ルクシオプロ2でございますけども、そうですね、まだ仲いかないですよちょっと下田さん、はい、私はこの色に関して言いたい、はい、あのどうですか、私今、はい、ほらタウンエース、はい、お作りになってますよね。作ってますけども、はい、私も、はい、ピンクに。えなんかキャンピングカー業界ピンクにしたいの。そう、あ、ピンクですよ、ピンク、うん、私も、まあ、うん、私もっていうかね、ええ、基本的にやっぱりね、このサイズって、うん、実はね、女性に一番使いやすいんじゃないかと。そうですね、ですよね。だからね、ハイエースはやっぱりね、ちょっと大きいとか、うん、K だとちっちゃいねっていうお客さんに、うんうん、いますよね。でもその時にね、奥さんがやっぱりね、ハイエース運転できないんだっていう、うん、あの声を聞くんで、私も今回タウンエース、しかもちょっと女性向けに、はい、ピンクにカラーリングしようと思ってたらですよ、うん、私の声を、はい、どっかから聞いてちょっと、いや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 、先越そうと思ってダイハツの K でキャンバスって、あ、キャンバスありますよね。ありますよね、はい、うん、あれのピンクを一応基本にしました。なるほど、ピンクとね、やっぱりツートンなのね。そうね、あれじゃない、なんか余計にほらダイハツさんほら、まあ、トヨタ系列だから、そう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 、めっちゃ純正色じゃないですか。そうだ、まあ
あの向こうはねメタリックとか使ってるんだけど、これは使ってないんだけどね、うん、かなりそれに近い感じのイメージにしました、はい、うん、でなおかつこれほらホイールキャップも白にしたりさ、これホイールキャップね、そうですホイールキャップです、え、でこのサイドモール、うん、これも白にしたりしてさ、決まってるでしょ、女性好みの車に仕立てたの、そうだからね、うん、ほらキャンバスなんかは、うん、やっぱりほら、まあ、当然女性向けな車だけど、そうです、そうです、あのピンクって結構走ってるじゃないですか、そうです、全く同じ、え、同じ、全くっていうかまあ似てるね、はい、まあ、ですね、コンセプトというか感じはね、そうです、そうです、考え方似てると、はい、いいですよねこういう車あってもね、世にね、うん、じゃあ中行きましょう、タウンエースって、うん、結局、うん、K のワンボックス、うん、例えば、はい、アトレーとかね、うんうん、ハイゼットとか、うん、あれよりもちょっと大きいんですよ、ちょっとなんです、そうかといってハイエースに比べればぐっと小さいんですね、うん、その中間層言ってんだけど、はい、意外と世の中見てみるとさ、うん、K の、うん、K で作るベッドサイズぐらいしか頑張ってもこれベッド取れてない人が多いの、そういう業者さん多いの、だって例えば、うん、K だとね頑張って120センチ横幅、あ、そうですよね、うん、取れるぐらい、うん、ちょっと頑張っちゃうと110ぐらいしか取れなくなっちゃうの、うんうん、そうするともしこの車が120だったら、うん、なんだ K でも同じだったら、うん、場合によっては K でいいじゃんっていう方も多くなるの、あー、それはね逆に言うとね、ビルダーさんがやっぱり言う、うん、あの K と実は同じぐらいなんですよ、そうなんです、そうなんです、うん、そうするとじゃあ何がいいのったって、うん、室内 K とさほど変わらないんでね、うん、それこそいじる範囲って決まってきちゃうんです、はい、うん、ところがうちの場合は、うん、この中にまず電装を全部ぶっ込んで、うん、それでベッドもできたら横幅が140近く、うん、あ、結構大きい、はい、を取ろうっていうコンセプトでやってるんですよ、うん、ですからこの業界では一番ベッド広いと思います、なるほど、タウンエースでは、うん、はい、はい、そんな感じでね、うん、もう2人で悠々狙えるぐらいの、はい、スペースのベッドにもなってるし、まあ、横幅あるよと、そうです、そうです、いうことでそんな感じなんですよね、開けてみましょう、あ、開けますか、はい、開けますか、うん、見てみましょう、こんな感じですね、あ、なるほどね、本当、はいはいはい、ベッドにした時にね、うん、180の137ですね、うんうんうん、140弱なんですけど、うん、もうほとんどダブルベッドサイズなの、うん、横幅なんかは、うんうん、まあ、今ねこれちょうどこう座るモードになってるんであれですけど、そうですね、多分これがもうマット一面になるよと、そうですね、これが全部フラットでベッドになっちゃうんでね、うん、なるよということなんですけども、まあ私のチャンネルなのでね、まあ、初登場なので、うん、まあそのルクショっていう車ね、ちょっと写真を入れておきますけど、うん、はい、今回ね、うん、実はこの後ろがキーポイント、はい、はい、そうですね、そうルクショだとほら後ろが、はい、まあ、ある意味なんていうのかな、こう装備で壁になってるじゃないですか、うん、ですね、これあれですよ、ちょっと向こう見えますよ、リアゲートを開けて使えるように作ったのがこのルクシオプロ2なんですね、はい、こんな感じで、うん、はい、だから今までのルクシオだと、うん、ここが全く下がっちゃってたの、まあその下がね、あの進化あったりとか、はい、まあ、それこそ電装機入ってたりとか、そうなんですね、うん、してましたけども、はいはい、この車に関しては、はい、もうここから荷物を出し入れできる、うんうんうん、でこのベッドの下なんかもね、うん、しっかりと長物も入るように作ってあるんで、あ、なるほど、はい、はい、ですから結構ね、うん、例えば釣りに行くとか、うん、そういうようなお客様にもうまく使っていただけるようになるのね、なるほど、はい、うん、荷物って後ろから積もうっていう感覚があるじゃないですか、ありますよね、ありますね、そうそう、でも今までだと、うん、まあ後ろがねこう、まあ、ある意味壁にしてて、はい、まあ、壁にした分ね当然こう室内が広い、うん、そうですね、メリットもあったんですけど、はいはい、やっぱりその長いものとかね、うん、そういう荷物なんかこう後ろから積みたいなっていう時はね、うん、もう横から積むしかなかったんで、うんうん、そうなんですね、はい、ですから、あ、これだとちょっと使い勝手悪いなっていうお客さん向けに、うん、この後ろを開くように、はい、こういう風に作りました、してるよと、はい、いうことなんですけども、はい、装備バッチリですよ、そうですよ、電子レンジャーでしょ、そうで、ワンクール21クーラーもあるし、うん、はい、ここ行くと24インチのモニターがついてます、そう、ここね24インチ、4インチですよ、これすごいですね、すごいですよ、うん、私がいつも仕事で使ってるモニターですよ、これ、あ、ですよね、ね、大きさだからもう本当テーブルにパソコン置いてもらってつなげてもらえばね、うん、この中でがっちり仕事できるし、仕事もできるし、はい、エアコンもあるし、そうですね、山ちゃん、そうそうそう、テーブルもちょっと変わったんだよ、うん、テーブル何、このエッジ見て、あ、本当だ、これね、うん、マホガニの無垢材使ってますあれですよ、多分ね、ギターやってる人はもうマホガニって聞いたんですけど、そう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 、やっぱりね、インドネシアマホガニすごい産地で、これインドネシアで作ってるんですね、へ、インドネシアのうちの工場で作らせてるんで、うん、はい、こういう風になってます、うん、なってると、はい、
ああ素晴らしい、うん、でも、うん、ちょっとまた下田さん、はい、私も、はい、あの外装にもちょっと、はい、あだこで言いましたけど、うん、内装、はい、ちょっと白じゃないですか。ああ白にしたんですねこの車は。表ピンクでしょ、中も木の木目じゃ合わないじゃないですか。あ、まあ、今までの6種はね、はい、あのちょっと濃い木の、まあふまあ、ある意味 ね, ね木の雰囲気を ね, そうですね出した、室内でしたけど、そうですね、これはねちょっと白の木目にしてみました。そうするとね、うん、やっぱね室内明るくなってね、明るくなりますよね、広く感じるね。ですからね、今の6種もね、うん、あの白家具選ぶお客さんもいらっしゃるんですよ。あ、選べるの？それ選べる、これも茶色も選べるの、はい、うんうん、だからそっちでね、うん、白家具でルクシを作ってみるとね、はい、意外と雰囲気変わるのね。変わりますね、うん、そうそう、だからこの2はね、うん、ちょっと白家具ベースのデモカーにしてみようかなって作ってみました、うん、はい、なるほど、はい、電子レンジ、私の前ハイエースも電子レンジ積んでますけど、ね、車中泊というか、はい、旅に出るとこの電子レンジが非常に便利なの。あ、そうですよね、うん、本当ですね。でもほら意外と電子レンジがない車、うん、多いんですよ、はい、あ、そうですかね。そうですか。キャンピングカー要件を満たそうと思うと極論ね、カセットコンロで OK なんで。ああなるほど、うん、そういうことですね。そう、うん、だからそういうことをねこう省いて、はい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 、まあオプション、それこそね、うん、オプションで電子レンジありますよみたいなのがあるんだけど、うん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 、もうここにねきっちり収まって本当ですね、はい、はい、そしてこっちに、まあ、そのね下にあったシンクがこっちにあるよ、うん、そうですね、そっちに持ってきましたね、うんうん、これね私ね何がいいかっていうと、うん、今私ちょうどこうね後部座席のところの入り口いますけど、ね、ここで手洗えるのね。ああそうですね、だからここで手洗えるから、はい、ほらうちワンコいるでしょ、うんうんうん、ワンコのために、うん、じゃちょっと足は拭こうか洗おうかっていう時に、うん、ここにね水があると非常に便利、うん、そう、これほらシャワーヘッドさ、うん、これあ伸びんの出せんのね。あら、だからここで出してあげて、うん、ワンコ洗ってあげてもいいよね。ね、うん、後でちょっとミカさんも洗ってみましょう。いいですね。怒られる。大丈夫、ミカさんこのチャンネル見てから大丈夫、うん、ね、というような形であるんですけど、はい、でね、まあ、気になるのが、うん、その電気周り、電装系ってどこにあるの？あのね、この裏側ですね。裏側ちょっと回ってみますか。こんな感じになってます。はいはい、あ、これがスイッチね。そうなんですね、これがスイッチで、これがスイッチ周りですね、うん、でインバーターのそこに、うんうん、このリモコンもあるし、はい、これはねオプションの FF ヒーターのリモコンになりますね。あ、この FF ヒーターね、はい、はいはい、でこの下にインバーターとか全部入って、うん、あ、なるほどね、はい、でリチウムバッテリーはねここの奥に格納してあります、うん、はい、うんうんうん、特にコンパクトにまとめました、うん、まあ、こちらはこれ冷蔵庫ですけども、はい、まあまあここら辺にこう集中してあるよと、うん、そうですね、うん、だ結構ね、このまずベッドの幅、うん、長さにこだわったでしょ、うん、はい、それで長さも180取れないと、うん、キャンピングカー要件満たしてくんないし、はい、ですからあとは電装はね、うん、うちのルクシオプロと同じだけの電装を入れようっていうんで、はい、かなりこの辺は苦労したところなんです。そうですよね。そうなんです。言ってもやっぱりあれだけのね、はい、インバーターにしろ、まあ、バッテリーにしろ収めないといけないんで。そうなんですよね、うん、そうなんです。結構苦労はしてますね、はい、はい、まあまあまあでもね、はい、こういうような形で非常にこう使い勝手がいい、そして装備充実な、車に仕上がってますけども、はい、はい、タウンエースを作り始めてるビルダーさん、うん、ものすごく多いの。わかる、多いの、多い、だそのうちハイエース並みに多くなっちゃうんじゃないのかな。いや、そう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 、ね、うん、ですからその中で、うん、まあいろんなレイアウトっていえども、うん、実際は、うん、皆さんレイアウト決まってきちゃうの。あ、横にギャレ置いてね、はいはいはい、ここにあの、うんうん、ベッドになるようにしてで、うんうん、大体終わりなの。そう、なるなる、うん、うん、でどうしてもスペースも小さいじゃないですか。そう言ってもね、こんだけの電装周りね、うん、ぶち込めないの。そうそう、そうなんですよ。そうなの、うん、だからその辺はね、うん、うちのもうルクシオプロでね、うん、しっかりと経験してるんで、うん、結局お客さん選んで、うん、ね、うん、2番目、うん、だったっけですね。ね、はい、まあそんだけ売れてるよと。そうですね、うん、ね、野望があってさ、うん、2番じゃなくて1番がいい。いや、そらそうですよ、うんうん、うん、そういきましょう、いきましょうね、うん、もうそういう目標を持ってね、うん、今年は進めていこうっていう形になってますね、はい、いやいやいや大事大事、はい、うん、まあでもね、今回この車、うん、
ジャパンキャンピングカーショー、はい、2024、はい、出展するよとしますいうことで、はい、ちょっと私のあのねピンクだけがもうあのね山ちゃんの車も出すよね出しますよ出すよね出しますもう通路を隔ててさ、うん、山ちゃんここなのえ、これ場所決まってんのうちここなの決まってんのうちここなのお向かいさんなお向かいさんなのあらだからちょうど鼻と鼻が付き合わせるぐらいの感じで、うん、並べちゃおうかなと思っていや、あのステージ21さんに行ったお客さん、うんはい、ちょっと私たちだから必ず両方見てね一台じゃ両方見て下田さん、うん、下田さん偉いな両方見てねって言いましたよね、うん、私あの下田さんのとこ見に行ってる客引っ張ってこようと思ったいやでもね山ちゃんとこ目立つからさ目立ちますよ逆にそれ勝負ですもんねだから目立った客が行ってあそうか、これタイムエースだから、あ、こっちもタイムエースだったら、その辺狙いたいね。ちょっとまたあれじゃないですか。ええ、怒られるんじゃないですか、事務局に。いや、その一瞬でさ、うちタイムエース、これとルクシオプロも出すんで、うん、もう3台見られるんだから、1箇所で。それはお客さん楽ですよ。普通の何、プロも出すの出しますよ。ルクシオプロも。出します。そんで、このプロ2と一緒に並べて、うん、見比べてもらいたいの。あ、そうそう。ちなみに、うん、これとも金額出てんの出てます。いくら？プロと一緒。一緒一緒でいいの？いいのいいの合うのお金合うの、うん、合う合う、うん、大丈夫うん大丈夫大丈夫大丈夫いくらだったっけってめんどくせえから同じようにしとけみたいなもん、うん、実はあんまりたくさんあってもめんどくさいんでねねえ、うん、金額間違った後は後また大変だしね、そうですね、まあ装備が一緒だしねまあまあそれは ね、うん、そうですけども、はい、じゃあジャパンでは、はい、お迎えさんではい楽しみだよね。楽しみですよ。本当お客さんのね意見を聞くのが、うん、この車すごい楽しみになる。あ、わかる、うん。私もね聞きたい。例えばね、ワンとほらツー、はい。じゃあ例えばワンします。はい。いやどういうとこでワン選びました。うんうんうん、まあツーどういうとこで選びましたか。まあお客さん聞けるじゃないですか。うん、ねどっちの使い勝手が合ってますかみたいなね。そうそうそう。そういう使い勝手ね。そうです。使い勝手でこれ作ってるから。うん、うんうんうん、はい。じゃあちょっとそこら辺を、はい、あれだななんかそこの一角だけなんかすっげえ賑やかになりそうな気がするんですけど。ね盛り上がるといいね、うん、ね、たくさんお客さん呼びましょうね、ね、はい、あれでしょう、今回私たちのブース、はい、お姉さんちょっと手伝っていただこうかなとか、そうですね、うん、うちのブースはお姉さんにお兄さんになっちゃうんだけどね、うん、ちょっとお手伝いも呼んでまいります、ね、でもあれでしょう、はい、彼女たちは、はい、多分ステージさんの車のことは分かってるから、はい、ちょっと来てとかって言って、あ、ちょっとヘルプ頼んじゃうかな、ね、いや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 、まあでもね、うん、実際にはそのね、キャンピングカーショーで、まあいろんな車を見てね、はい、見比べてもらってっていうところがやっぱりね、ショーの一番の、はい、ね、ポイントなんで、そうですね、うん、だからそのこだわりを見てほしいですね、うん、はい、パンパンパンって、うん、タウンエースだからこのサイズだからこうやってこうやってこうやればいいやっていう車じゃないんで、うん、はい、その辺をね、逆に言うとね、ハイエースとかの方が広い分作りやすいのかもしれない、そうですね、うん、ただね、ハイエースも幅は変わらないですよ、まあナローだったら、あ、そっかそっか、長さが違うだけ、そうですよね、同じ4ナンバーだもんね、うん、これなんか4メーター6センチしかないんでね、うん、だすごい、そういった意味でももう K に近い車ですよね、あ、まあそうですよね、言ってみたらね、はいはい、なのでただ K に近くてもこれだけのことができるんでね、うん、その辺よく見ていただける、うんうん、はい、はい、なるべく頑張って私はこのステージ21チャンネルより、早めに上げようと思ってますが、はい、まあ詳しくは、うん、そっちの、はい、チャンネル見てもらってと、はい、いうことでございますんで、ね、私も、下田さんもジャパンキャンピングカーショーいますんで、そうですね、いますからね、そうそう、もう一つ、うん、あのね、うん、ほら、まあ、ジャパンキャンピングカーショー、まあ、これ新型車じゃないですか、はいはい、この前ほらステージ21さんのチャンネルで、うん、ほらエブリバーゴ、はいはい、やったあれはあれはやりました、あれも出しますよ、あれも出す、出します、はい、できた、できまだなんですけど、うん、大丈夫です。大丈夫。なるほど。うん、まあまあ、ちょっとこのね、ビデオ自体は、うん、まあ、あのショーのだいぶ前なんで、はい。はい。当日。そうですね。ね。はい。はい。ぜひ見に来ていただければと思いますんで。はい。はい。ということで、今日はですね、ステージ21チャンネルから、はい。出張してきました。ね、登場していただいて、はい。新型車、ルクシオプロ2ね、皆さんにご紹介いたしました。どうも、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。